ではお時間になりましたので、ファミハクイン東京3日目のトップライブ、1回目のアンズさんのところから始めさせていただきます。手紙さんの雑誌、レタスの特集、手帳デコに夢中にもご登場してくださったアンズさんに手帳デコを実演しながら、いろいろなコツを聞いていきたいと思います。それでは、まずアンズさんに簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。はじめまして、アンズと申します。今年で手帳デコを始めて9年目になりました。で今は、メイン手帳として、ほぼ日手帳ウィークスというウィークリー手帳を、使って、マイペースに手帳デコを楽しんでいます。本日はよろしくお願いいたします。